エミさん、僕はもう君のいない世界なんて考えられない。君は僕のすべてなんだ。ナイトアンデイ、僕の心の中は君のことでいっぱいだ。何よ得意そうに。ねえ、何さ、ねえ、ねえ、うん、僕は毎晩君のことを夢に見る。月並み月並み、ほんとほんと。ああ、これが現実だったら僕はどんなに幸せだろう。もう！僕は君をこの腕に抱きしめたい。力の限り抱きしめたい。熱い口づけを交わしたい。猛烈。もうやめた。やだ、途中でやめないで。気になることないでしょ。だっていいからいいから、ね、その先読んで。読んであげたっていいけどさ。何さ、私だってその気になればいけない。私には徹夜がいるんだわ。ねえねえ、ちょっと読んでよ。もういや。どうして？ケチ。いいじゃない、読んでくれたって、うんうん、つまんないわよ。つまんない。だって男の子の書くことなんてね、みんな同じなんですもの。ちょっとお伺いしますけど、みんな同じってことは、つまり質問さんのラブレターもらってるっていうことでございますか。そうね、まあ週に平均3通ぐらいはもらうわね。はぁ、あ、ショック。さーて帰ろうかな。帰る？とんでもない。え、聞いてなかったの？もう僕はもう君のいない世界なんて考えられない。僕は君を抱きしめたい。そして熱き口づけ。ああ、しびれちゃう。そういうわけなの。そういうわけ。お会いに来てございますけど、私お子様のラブレターごっこには全然興味ないんでございますの。ずいぶん侮辱した言い方ね。あら、そうでございますか。何よ、一人だけ大人ぶっちゃって。そうよ、私は大人ですもん。だって私はれっきとした人ず。ズン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 どっこ、ズン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 どっこ、はっはっはっ。ちょっと乗りすぎたかしら。じゃあ、ごめん遊ばせて。どう、あの態度。まあ悔しい。毎晩あなたのことを夢に見る。いやいや、これはまさしく恋人であるな。あの小スズメどもめ、なんたる不潔。しかしこの先も読みたいな。熱き口づけをあなたの頬にすること。不潔。力の限り抱きしめたい。不潔。こら、覗き見するとは何たる無礼。あら、またお会いしましたわね。さっきはよくもバカにしてくれたわね。別に。まあ、その態度がバカにしてる証拠なのよ。しつこいわね。いいじゃないの。おもらいになって、よりどりみどりでボーイフレンドがお選びになれるんでしょ。そうか、うん、わかったわ。あなた、ラブレターなんてもらったことないんでしょう。なんですって。だから、あんな強がり言ったのね。そう、お気の毒ね。失礼しちゃう。おあいにく様、私だってね、ラブレターぐらい山のようにもらってんだから。あら、そうかしら。そうよ、うちじゃあね、毎日毎日来るラブレターでボンボンお風呂が
かけるぐらいなんだから。あら、お宅じゃそうやって風呂沸かしてるの？それは物の例えで言葉なんやて。うちなんかセントラルヒーティングだから、蛇口をひねればいつでも熱いお湯がジャーって出るわ。何がセントラルヒーティングよ。うちじゃ二人で気づいた温かい家庭ってものがあるんですからね。お宅なんて冷蔵庫みたいにひんやりとした冷たい家庭なんでしょ。まあ何言ってんのよ。恋人もいなきゃラブレターももらったことないくらい。だからそんな夢みたいなこと言ってられんのよ。失礼ね。私にだってちゃんとれっきとした素晴らしい恋人がいるのよ。その恋人に見られるんじゃないかと思ってイヤイヤするぐらいにたくさんのラブレターだって来るんですからね。はあ、嘘教え。嘘じゃないわよ。あなたとはいつかは決闘しなければならないと思ってたけれど、いよいよその時が来たよね。よし、受けて立とうじゃないの。これ何ですか、道の真ん中で。うるしなさい、みっともない。何ですか。危ない危ない危ない。